はい、フリーライトのいつか笑って過ごせるひまるで,です。東京オリンピック聖火リレー撮影動画 SNS 禁止。自治体は SNS 映えを意識し、ルートを選んだのに、行動まで制限するのはテレビ局に忖度しすぎではということでやっていきたいと思います。ということでですね、SNS の動画を、えー、SNS に動画を投稿することが禁止になりました。聖、え、火、ー、リレーですね。 ちょ、っと、なんかかなり下の方にあってゃった。禁止です。一般人が禁止されています。で、どういう人は投稿してもいいのかっていうと、これですね。えー、放映権を持つメディアと放映権を持たないラジオとテレビなんですね。で、えっと、放映権を持つメディアへの、えを、 ではお金を払ってメディアっていうのは保営権を取っているのでそれに関してはあの一般人も禁止ですよっていうだけだったらまだこれねこれだけだったらまだあの一定の理解も得られるのかなとも思うんですけれどもそうではなく保営権を持たないラジオとテレビは OK とおかしいでしょっていう話ですよねこれまあ行動ですからねっていうところがあってうん 要は、なんだろう、イベントを盛り上げるためにも SN、SNS への動画投稿を OK にする方がいいんじゃないのっていうふうには僕は思います。はい。で、えー、まあなと、中にもね、その、えっ、ー、と、これ、どこのメディアだっけどこのメディアだえっ、ー、と、これが日韓スポーツが報じてるんですけども、で、えっ、ー、と、自治体は SNS を、SNS 映えを気にしてると選んでるんだと。 ちょ,これちょっとかわいそうですね。自治体にせっかくそういう意図で選んだのに、それで拡散できないって。まあ、画像は OK、ダメって書いてないので多分 OK なんだと思うんですけれども、まあね、動画も意識して作ってたんでしょうにっていうところですね。で、そんな聖火リレいつ始まるのかっていうと、3月の26日、福島からスタートされると。これ、もう1ヶ月切ってるんですよ。これ28日にあった、えっと、オリンピック組織委員会がいたらしいので、 もう1ヶ月切ってる状態で言ってるわけですよね。もう今更言うんだっていう話ですよねっていう。で、えー、26日から始まって、いつまで、どれくらいかかるかっていうと、21日間かけて、えー、47都道府県を回るということですね。はい。という感じなんですよ。老化登校禁止、一般でがね。というところで、まあ,あ、今ね、コロナウイルス、新型肺炎の影響もあって、いろんなイベントが中止されてるので、もうそれだったら、えー 感染防止で中止にしてしまった方がいいんじゃないのっていうふうに思ってしまいます。はい。ね、人集まりますからね、あの集まるなって言ったって、あの、東京マラソン今日、ね、数万人の方が集まっていたみたいなので、その辺を考えると、まあ、感染のリスク上がるんじゃないのっていうふうに僕なんか思ってしまいます。まあ、何でもかんでもね、中止にするのは良くないとは思いますけれどもね。うん。 と思いますでまあちょっとね、そのオリンピックっていうと、ちょっと脱線しますけれども、最後にね、脱線させていただきますけれども、えー、ボランティアの人で支えるわけですよね、ボオリンピックって。無料だそれもちょっとおかしいなと僕は思っています。これまでも何度か発信してると思うんですけれども、だって、営利目的の事業じゃないですか、オリンピックって。 だから、メディアの保映権っていうのが大切で、メディアの保映権でお金ももらってるから、メディアに忖度するわけでしょなぜか保営権持たないラジオとかテレビにも忖度してますけども、ちょっとそこは謎ですけれども。なのに、営利目的なのに、ボランティア無料っておかしいでしょ何、何、何万人もね、ただ働きさせられるわけじゃないですか。まあ、募集してるので、 あの本人の意思で、まあ、意思じゃない人もいると思いますけれども、その学校とかでね、えー、反共制的に行かされる人もいるでしょうけれどもね、そういう人たちって、要は無料で、志を持ってやってる人もいるわけじゃないですか。まあ、あの、コミケとかもそうなんですけれども、営利目的の事業で無償のボランティアによって運営されてるって、ちょっと僕はね、おかしいなと思っている人なので、それはダメじゃないのボランティアっていうのは助けじゃないですか。 なんかね、災害が起こって困ってるからみんなで助け合いましょうよって言ってボランティアに行くわけでしょ。誰も掃除してない公園とかがあって、公園の掃除汚いから掃除しようってボランティアするわけでしょ。でも、オリンピックとかってお金を払って見る。それでオリンピック委員会とか儲けてるわけじゃないですか。運営してる、その、イベント会社とか儲かってるわけじゃないですか。なのに、 そのボランティアによって無料で運営されているって。要はね、やる気の搾取じゃないですか、こんなのっていう感じに僕は思いますのでね。だって、警備員とかセコムとか入るわけじゃないですか。その人たち給料もらうわけですよ。まあ、仕事が違うとは言ってもね、似たような仕事もあるわけじゃないですか。片方は給料をもらっている。片方はボランティア。 おかしいよねっていうふうに僕は思います。はい。ということでですね、まあ、あのー、ね、放映権を持たないメディアにまで忖度して、えー、行動で行われる聖火リレーまで動画の撮影、撮影された動画を SNS に投稿するのが禁止っていうのはちょっと忖度しすぎなんじゃないのやりすぎなんじゃないのっていうふうに僕は思ってしまいます。はい。まあね、確かに、えー、道路収許可とか取っていろいろやってやってるので、その、禁止するっていう、その、のは、あのー、 だろう権利はあるとは思いますけれども、権利はあるとは思いますけれども、でも、ちょっと、ちょっとそれはやりすぎなんじゃないのかなっていうふうに思ってしまいました、はい。ということでですね、よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつか笑って過ごせるひまりで,でした。